皆の秩父バイパスは、埼玉県秩父郡皆野町と秩父市とを結ぶ、国道140号のバイパス道路であり、西関東連絡道路構想の一部を構成する道路である。延長 4.9km。2018年3月20日14時に全線、開通した。秩父市内における交通渋滞の緩和や、秩父地域へのアクセス強化を目的として建設が進められた路線である。 起点のみなの町大和ざみなでは、みなのよりいバイパスのみなの大塚インターチェンジと接続する。また、終点の秩父市大和ざ巻田からは、秩父小賀のバイパスと接続する予定である。最終的には、完成4車線とする計画であるが、現在は、暫定2車線となっている。ランプ先進みなの橋、みなのよりいバイパスとは異なり、有料区間は設けられないが、 地域高規格道路ゆえに、歩行者、自転車、小型特殊自動車は通行禁止となる。みなの大塚インターチェンジからは、本線の秩父山並大橋と、国道百四十五原道と接続したランプ線の新みなの橋が並行し、埼玉県道二百六号、みなの停車乗線、秩父鉄道、荒川を越え、ランプ線が、埼玉県道四十四号秩父小玉線と接続し、 秩父小柱インターチェンジへ至り、ランプ線が合流。トンネルを3つ抜けると、埼玉県道2 7十号基地宅町秩父線と、接続する秩父牧田インターチェンジへ至る。ここまでが第一期区間である。秩父小柱秩父牧田間は、西側に2つのゴルフ場が隣接しており、その敷地に沿うように、皆の秩父バイパスが走っている。第二区間では、 ここからさらに進み、国道299号へと乗り入れて終点となる。なお、そのまま国道299号を小川の方面へと進むと、秩父市街を避け、反対側から秩父ミューズパークへアクセスできる。上記 IC、交差点以外に他の道路、施設との接続点はない。港の大塚インターチェンジ秩父小柱 IC 間は、 ランプ部の新の橋のみ2010年10月24日に共用開始しており、のよりバいパス、国道1 4 5号本線と荒川対岸の県道を44号、秩父小玉線を連絡する役目を暫定的に果たしていた。新の橋に隣接して、両 IC 間をつなぐ、本線用の秩父山並大橋が架橋されており、秩父小柱 i c e の本線開通と同時に、 供用開始し、みなのよりバイパスとみなの秩父バイパスが直結された。終点の上、真北交差点付近は国道299号のみが通っていたが、みなの秩父バイパス建設時にみなの秩父バイパスと国道299号小川の方面が直進方向となり、そこに国道299号秩父市街方面が接続されるように構造を変えている。これは、 この先に続く秩父小賀のバイパスが国道299号小賀の方面の一部区間を活用し地域高規格道路の規格になるよう改築する形で建設される方針のためである。国道1 4十号バイパスみなのよりバイパスみなの秩父バイパス秩父小賀のバイパス大滝道路仮坂トンネル有料道路甲府山梨道路ありがとうございます。